BMW は2月28日、BMWM ブランド初の高性能電動 SUV、XM を3月3日。米国で開幕するコンクールデレガンスイベント。アメリアに出展すると発表した。新開発フェーンシステム、M ハイブリッド。創立50周年を迎えた BMWM は、 伝説的な BMW M1 に続く M 専用モデルとして XM を開発した。BMW XM はプラグインハイブリッドフェイクのみ、M モデルとしてのみ販売される。XM には新開発のフェイウシステムの M ハイブリッドを搭載する。M ハイブリッドは4.4リットル V 型発気気筒ガソリンツインターボエンジンに、 高性能な電気モーターを組み合わせて、欧州仕様の場合、最大出力 653hp、最大トルク 81.6kgm を獲得する。XM には、フェー t 専用の 4WD システムの MX ドライブを搭載する。0、100km、H 加速4.3秒、最高速時速 250km、 リミッター作動の性能を実現した。オプションの M ドライバーズパッケージでは、リミッターを時速2 7 0トルに引き上げることができる。バッテリーはリチウムイオンで、蓄電容量は2 9 5アワー賞味容量2 5 7 k ワー。EV モードでは最大8 8トル。 WLTP サイクルのゼロエミッション走行を可能にしている新しいプログレッシブなフロントデザイン XM では d m w のラグジュアリークラスのモデル向けに新しいプログレッシブなフロントデザインを提示したヘッドライトは2つの別々のモジュールに分割されたスリムなデータイムランニングライトが配される 水平基調のキドニーグリルはヘッドライトの間に大胆に配置され、外側に向かって先端が細くなっている。フロントのダイナミックな特徴を強調する八角形の輪郭を形成するという、ゴールドまたはブラックのキドニーグリルトリムが、グロスブラックのグリル内部と組み合わせられた。グリル内には M スタイルのダブルバーをあしらう。 キドニーグリルには照明機能がついており夜間でもすぐに認識できるようにしたキドニーグリルの XM ロゴと大型エアインテークは電気モーターと連携して M ハイブリッドシステムを構成する V8 エンジンのパワーを示唆している大胆に彫刻されたボンネットには2つのパワードームを配置するサイドウィンドウは 後方に向けて狭くなっている。L 字型のスリムなテールライトは車両の側面まで回り込む。足元には21インチ、23インチはオクションのアルミホイールを装着した。リアウィンドウの左右には BMW のエンブレムを配置した。これは BMW M1 へのオマージュという。左前輪の後方に充電フラップを設けた。 リアパンパーには BMW M モデルらしいツインテールパイプを装着する。このツインテールパイプのエキゾーストシステムは V8 エンジンの排圧を低減しエンジンの回転上昇に伴ってエモーショナルな M サウンドを発生するという BMW カーブドディスプレイは合計27.2インチ。インテリアはドライバーに焦点を。 合わせたコックピットデザインの新しい解釈を提示する。インストルメントパネル、センターコンソール、ドアトリム、シートには高品質な素材が用いられた。ブラウンのビンテージ風のレザー、同、カーボンファイバーなどがあしらわれた。大胆なトリムがドライバーエリアと他の領域を明確に分けている。コックピットでは、 カーボン製トリムがディスプレイ。通気ダクト制御操作システムに配された。その上には新しい BMW カーブドディスプレイをレイアウトする。最新世代の BMW iDrive をベースに M 専用のユーザーインターフェイスを備えた BMW カーブドディスプレイを採用する。BMW カーブドディスプレイでは 12.3インチの情報ディスプレイと14.9インチの合計27.2インチのコントロールディスプレイが一つのユニットに収められている。ディスプレイにはフェイシステムのモードや EV モードが表示されるとしている。